水天宮前と人形町って路線で駅が分かれてるとか聞いてないんやが、東京メトロさん。さあそれなんぼでも言えるのかよ。というかそもそもなんで半蔵門線にいるのかが謎やわ。今からホテル戻る予定。なんでやキーボードクラッシュに気は悪くないやろ。存在ハラスメントなのでやめましょう。ナイスボートもええわ。はい、ということで新木場にやってきたわけやけど、急にワープ戦でもろて。このリナーイマジで尊いっすわ。臨海戦ありがとうございます。よし、後でぶっ飛ばす。あ、そういえば最近阪神ファンから中日ファンに転向した結果、まさかの主役って言う俺もしかして能力ありますかね。日本語で喋ってください。東京テレポートゆきです。東京テレポート行きとかよ、品川区嫌いの列車来やがりましたわ。品川区が何をしたっていうんや。まあキッズの縄張りバトルなんてしてるヤバい場所には行きたくないっていう臨海線の危険注意の可能性もあるね。品川区民に菓子折り渡すことになるのでやめようか。参加者は誰一人来ませんでした。マジでオフゼロ回なっていうくらい人が乗らねえ。そりゃ途中駅止まりなんやしゃなしやろ。東京東京テレポートの先大山東海方面ではございません。いや、駅員さん24歳駅員ですって言ってそうないけボスは。新手の侮辱罪。発車銃戦隊はもしかして駅員だった。新木場駅が臭くなるからおやめください。というか東京テレポートは都市機能分散してるところだからこんな時間に列車使う人ほぼいないやろ。俺みたいな聖地巡礼してアニメ見てニヒニヒしてる地球が乗るってことか。コミケと虹ヶ崎でおなじみの国際展示場駅。ちな隣の号車から夫婦がやってきて地球の上悲しくなりました。50年くらい独身でいいよ。もう高校生になってもそれは変わらんのな。参加者は誰一人来ませんでした。誰一人来ることなかったです。ということで西の中津こと東京テレポに到着。見落としたかもしれないけど間違って乗った人はダメオツですわ。自己紹介はやめようね。尊いぐへへ。